先日私たちはなでしこリーグを開幕することができました。新型コロナウイルス感染症に立ち向かう医療現場においてご尽力されている方々はじめ多くの皆様のおかげです。ありがとうございます。試合に先立ちまして、医療従事者の皆様をはじめこの環境を作ってくださった全ての皆様に感謝の気持ちを込めて拍手を送ります。それでは私たちと一緒にみんなで感謝の拍手を送りましょう。
背番号7、鳴宮優選手の得点です。
ートは岐阜ユナイテッドに必ずはレディース背番号7鳴宮美優選手の得点でした。
ゴー。神奈川の得点は乗りましたが、神奈川相模原南の挨拶の得点でした。アディショナルタイムの目安はおよそ1分です。このように1対3で前半終了となりました。
選手交代をお知らせします。岐阜ユナイテッド池原千葉レディース背番号15千葉レディナ選手に代わりまして24番篠野翔子選手に代わりまして背番号3番一瀬佐藤選手背番号15番千葉レディナ選手に代わりまして背番号10鴨川美穂選手が入ります。選手の交代をお知らせいたします。野島世羅神奈川相模原背番号19番鈴木彩香選手に代わりまして背番号4番桜本奈々子選手が入ります。続いて背番号7番川島春菜選手に代わりまして背番号26石田千尋選手が入ります。
選手の交代をお知らせします。ジェフユナイテッド出市原千葉レディース背番号9大崎亜美選手に代わりまして背番号20大沢遥香選手が入ります。選手の交代をお知らせします。野島市から神奈川相模原背番号3石田美奈に代わりまして背番号17小林美晴、続きまして背番号14田中芽生に代わりまして背番号11佐々木美奈選手が入ります。Thank you.
選手の交代をお知らせします。野島市から神奈川相模原背番号13番北方沙耶選手に代わりまして背番号23番大杉沙耶選手が入ります。選手の交代をお知らせします。ジフユナイテッド市原千葉レディース背番号28岸川夏選手に代わりまして背番号8瀬戸口小杖選手が入ります。アディショナルタイムの目安はおよそ3分です。
試合は1対3をもちまして、ジフユナイテッド市原千葉レディースが勝利しました。ここで互い合の結果をお知らせいたします。まずはフットボールセンターで行われておりますマイナビリガルタ仙台レディース対日テレ東京ヴェルディベレーザの試合は1対0で日テレ東京